王子魯山人作お米の話。近頃は以前のようにやれ播州の米がうまいとか越後米に限るとかいうような話はあまり聞かない。ただ米でありさえすればありがたがるご時世ではあるが、しかし以前でも米の味に詳しいという人は少なかった。うまい米といえばその昔朝鮮で利王様にあげるために作っていた米がある。これはすこぶるうまかった。収穫は非常に少ないが、米粒の形もよく見たところもきれいな米であった。ただし、あまりうますぎて、副食物がごちそうの目的の場合には使えない。うますぎると言うと変に聞こえるかもしれないが、元来米というものはうまいものである。うまいものの極致は米なのである。うまいからこそ毎日食べていられるわけなのである。特にうまい米はもうそれだけで十分で、他に何もいらなくなってしまう。ことにカレーライスなんてものに使う米は少しまずい米でないといけない。例えば玄米だ。玄米は白米とは別な意味で非常にうまい。玄米のご飯にごちそうをつけて出すのは打足である。漬物でもあれば十分である。だからいくらうまいと言っても料理の後では邪魔になる。ところが一般の家庭はもちろんのこと、多数の料理店がこのご飯というものについてとても注意が足りない。料理屋がそうだから料理人は皆そうである。料理長というものは板前といってまな板の前に座って刺身ばかり作っている。本当の料理人ならば仮に自分で飯を炊かなくとも飯がうまく炊けたかどうかということについて相当気になるはずである。なぜならせっかくいい料理を作っても締めくくりに出る飯がダメだったら全てがぶち壊しになってしまうからである。ところが料理屋というものの多くは酒飲み本位に工夫されているために大抵の料理人は自分の受け持ちの料理さえ出してしまうと後の飯がどうであろうと一切お構いなしで帰ってしまう。それでは料理人としての資格はゼロに等しいと言われても彼らは一向に頓着しない。理想がないからだ。一般に飯炊きというと料理人ではなく雑用人として一段と下がった仕事として扱い、ろくな給料も出していないが、ずいぶん間違った話である。だから星ヶ丘茶寮時代、私のところへ料理人が来ると、
君は飯が炊けるのかと第一に聞いてみる。なかなか自信を持って答えのできる者はいなかった。とにかく飯は最後のとどめを刺すものであり、下戸には大事な料理である。料理をするほどの者が自信を持って飯が炊けないということは、むちゃくちゃな振る舞いであり、親切者とは言えないことになる。それにもかかわらず、料理人は自分の苦労の足りなさを棚にあげて、飯を炊くということは、何か自分の沽券に関わるもののごとく考えているらしい。浅ましい話だが、それでは先生はご飯をお炊きになりますかと聞くものがあった。私は原価に炊けると答えた。料理人は飯なんてものは無意識のうちに料理ではないと考えているらしい。ところが飯は料理の一番大切なものなのである。料理ではないと思うところに根本的に間違いがあり、まずい飯ができるのである。洋食でパンの量比を問題にしたり、焼き方を問題にしたりするのと全く同じなのである。だから飯は料理ではないという考えを改め、立派な料理だと考えなければならない。この意味で料理人は飯の炊き方に注意しなければならない。私は断言する。飯の炊けない料理人は一流の料理人ではない。主婦、女中、飯炊きについても同じことが言えるのである。